さあ10連勝目指して、お5の2出た。いざめが5の1クリアしてた。やったぜ。1の1スタートは基本。いきなり2人に狙われる。15カウントくだ。1人2人死んだ相変わらずだな。早くね、8の4スタートしたいよ。開始と同時に20人ぐらい死にそうだから。なんかすごい狙う、5人に狙われてる今。序盤は狙われた方が美味しいからね。ここで一気に稼げるから。敵倒した時間が邪魔でさ、あの一番初めの唯一の落ちるところをね、見逃して落ちそうになるのが怖い。なんか俺狙ってたやつが大体消えた。くたばれ。とりあえず早めにね、ちょっとこいつだけは送り込んでおきたい。どんどん死んでいくね。まだ1の1と1の2しかないだろう。1の1と1の2しかねえだろ。いい加減にしろ。ピンチ狙い。選択肢がねえんだよ。とりあえずね、いろんな実験したいところもあるんだけどね、10連勝1回でもしたというね、状態を作ってから試したいよね。デッドバイデイライトでもさ、あの1回でもランク1に行ってるっていうのがあるから、今ランク12とかなんだけどさ、まあランク1まで1回は行ったしみたいな言えるんだよね。なんでマリオもね、1回は10連勝しといてから言いたいところ。どれぐらい止まってたらさ、あのタイム加速しだすのかとかさ、いろいろ実験したいんだけど、今するのは怖いね。お、ピンチない。もう若い人がいる。タイム足りないのかな。カウンター、あ、やばい。今のは危なかった。3人に狙われてるな。いいか、大丈夫だろう。この適当さよ。3人に狙われた状態で1の4に行く、この強端さ。3人ぐらい大したことないぜ。400カウントもキープできてるし、何にも怖くない。もう何も怖くないよ。いやらしい配置だぜ。これ倒せんのか、これ倒せんじゃん。わざわざさすがに降りる気にはならん。でだっただだんだん、クッパがどっかに送り込まれた。俺の送り込んだクッパが別のところに送り込まれた。いいね。パックンいじめ。
パックンいじめをしておくとね、あのファイヤーフラワーを持ってないやつが結構危なくなるんだよね。400カウントあるんでもういいか。嫌な位置にパックン咲いてるな。パックンを送りつけたいんだけど、水のステージ行ってるやついいんじゃん。もう水はね危ないんでね、ダメージ食らったら一気に行くのも正解のプレイ。誰にも狙われなくなった。ひまい、こういう時はね、しっかりとコインを貯めていこう。ピンチ狙いだとやっぱコインの少ない人を狙うのかな。逆にコイン狙いだとコインの多い人。おっと、ブーロスハーン3の1ゴー。ブロスを送り込まれてしまった。位置が悪い。抹殺、殺害せよ。まあ安全に。お、あいつらに全員にブロス送りつけてやるぞ。ここね、ここね、スターでブロスの喧嘩売れるんで安全大正義。はい、ブロスさん、抹殺抹殺。15カウントもしっかりもらう。お、なんか大量に送り込まれてきた。大量に送り込まれてきたら大量に送り返せばいいね。ほら全部送り返してやった。どうだ、俺の送り込んだブロスを送り返してきて、さらに送り返し、めんどくせ、ちょいやらしい。安全第一、安全第一、送り返してこいよ。お、今また1の1かわすね、あいつ。まだほぼ400カウント持ってる。と、危ない危ない。あんま敵の倒し方にまではこだわる必要がない。ブロス召喚されたね。やっぱね、緩急をね、相手がパンティーをつけ始めたぞ。あの時の俺と同じだ。おい、こそどうする。こういう時に上に来られると地獄なんだけどね。どうやら上には行かれて嫌な位置にいる。まあスターダッシュでいくつかね、かわすんじゃねえよ。しっかりと送りつけていくか。お、残り5人。あー、嫌なステ、じゃあ焦らせんだっちゅうね。一番怖いのはボンミスで落ちることだからね。落ちさえしなければどうとでもなるんだけど、落ちるのだけはダメだ。これ以上いけない。あぶねえあぶねえ。1の1いいね。スターでもないか。完全に
うわナイス。この時のためにコイン貯めてんだからね。今バブル飛んできたぞ。え、バブルってずっとなの？あと3人か。結構コインを無駄に使わされてしまった。そして今ちょっと停滞期。強い敵が全部消滅しちゃった感じか。バブルってずっと飛び跳ね続けるんだね。バブルをスターで殺すと美味しい。あ、位置が悪い、位置が最悪。でこいつ殺して、もうちょっと下がれよ。よし、タイムは余裕あるんでね。よし、次はスターがもらえる。あえてこっちを狙う。よし、いじめていくスター。なんか攻撃がなくなったんだけど。ひどいな、あいつに集中攻撃いってる。まあ いや、今のうちに俺は安全に行かせてもらおうかな。俺も左のやつ狙おう。まずを、まずをってなんだ。まずはあいつを倒してから。まだ言うほどね、タイム早くないんで。ボーナスにはいかない。ちゃんとコインを稼がしてもらおうかな。あ、もうあの人たちコインないじゃん。ほら、リカバリーがあと1回か2回しかできないぞ。そして安定と信頼の1の1。敵のいない1の1とか何にも怖くないんだよね。時間とコインを回収しながら。敵いないからね、この15カウントしっかりもらっとこう。なんも怖くないね。さすがに。敵がいなさすぎて何も怖くない。もうここも何も怖くなくなった。クッパ送りつけろ。こっちだな、送りつけろ。3の1。ブロスさんを送りつけてから。あ、リセットしちゃった敵。まあいいか。今クッパとか大量に来る予定だったんだけど、リセットしちゃった。泥試合、泥試合。今はそろそろもうタイムの方を優先しようかな。他の人たちコインがなさすぎてタイムを集めてる余裕ないだろう。タイムがね、やばくなったらね、もうずっとコイン回したらいいんだよ。自分と同じ攻撃が来ると、よし、やった。これちょっと配置ラッキー。
あ、いい位置じゃんこれ。ほら下だもん。安全安全。お、タイムがもう赤くなっている。ということでタイムを稼ぎながら行きたいね。よし、やっちゃった。もったいない。キノコで十分です。よーし、勝利。374カウント222枚。圧倒的だとは思わんかね。全然獲得コインのボーナスが一発ランクアップ70。あ、ピーチ姫だ。リザルト。さあ現在8連勝中かな。うん、5の2までたどり着けなかった。もうね、今回の死亡者は3人でした。うわ、なんか変な動きしちゃった。集中集中、気を引き締め直そう。あんまり攻撃も来てないんで、ここの15。お、なんか KO もらった。おいしい。キムチ狙いにするかな。でもね、ピンチの時にね、コイン残しとくのは正解なんだけど、それで死んだら意味ないからね。慣れてない人は、もうとっとと使い続けた方がいいと思う。下にね、残して死ぬぐらいだったら使って少しでも長く生き延びた方が。おい、すごい攻撃来たね。関係ないけどね。ここでリセットしちゃうんで。あの人大量に狙われてるね。ピンチ狙い、かわいそう。左上の人今大量に狙われてるよ。ひどいな。早めに400カウントまで行きたいね。なんだかんだね、1の1を繰り返すことはコインを集めるのに有利だから。そのせいで試合が長引く原因にもなるんだけど、結構余裕まみれの人が多いな今回。長引くぞこれ。こりゃ長引くぞ。お、やっとやったか。どんどんとコインを貯めていこう。確かに現状のピンチ狙いだと右下の人以外は、あの人1の3いってる。全員に狙われてたね今。ひどい。でもこれでピンチの人が左の人だけになってしまったんで、今のうちに1の3を一気にいっとくのはありかもね。ない。じゃあいけねえわ。じゃあ無理だわ。じゃあ無理だ。お、残り5人。ということで今のうちに
時間を貯めておきたい。この後のことを考えて。ね、時間と金多い方だ。誰も私を狙ってくれない。早く私を殺しに来て、ヒーロー。あと3人よし、あと振ったり。しかしちょっとカウントが少なめだからね。ちょっと稼ぎながら行こうか。攻められないときはしっかりと15カウントを。コイン5までしか表示されないからね。攻撃が激しくないうちにね、クッパとか1の3を超えときたくもあるよね。1の4とか敵の攻撃ないし、全然攻撃しない。ほら、あの二人勝手に殺し合いしてるから。あ、コイン右のやつ減ってきたよ。寒いね。ジャーマ、前髪ジャーマ。左のやつ並ぶべきだったな。まあいいか、1の1だし。これで一気に攻撃もらってタイム稼げたら美味しいぞ。お、稼げそう、稼げそう。タイムカウントもだいぶ早くなってきた。稼げ稼げ。うん、これは美味しい。うん、おいしい。だいぶカウント早くなってきたからね。何、左のやつ他人事のように戦ってんだよ。お前来いよ。かかって来いよ。オッケー、俺逆に美味しいんじゃこれ。いくぞこらおい、それはよろしくない。早めに上から。うん、美味しい。死んだ。よっ、安全に安全に。なんか向こうの人結構コイン稼いでるな。水のステージだけどそんなに攻撃も激しくないし、まあ、イカちゃんを抹殺しつつ。あっちも水じゃん。おご覧、向こうフラワーがないよ。これぶっ殺したいな。ここでフィニッシュまで持っていきたい。よし、ここのわけのわからん水流勘弁。しかし攻撃できる手段がない。ああ、フラワー復活されてしまった。プクプクって下から飛んでくんじゃない。わ、ほら、ですよ。15秒でお願いします。よっ。眠
向こうもあんまり何もない状態だからね、攻撃が来ないね。とっとと行っちゃおう。炎にだけ気をつけてね。これもタイミング見て向こうのクッパが同時に戦うようにするといいんだろう。ほら直撃した。無視したね。クッパが2体、まじ、いやらしい、いやらしすぎますよ。こんなこともあろうかと、私はコインを大量に残しているんですよ。フラワーはちゃんと取っておかないとまずいんで。やっちゃった。今のは本当に無駄だ。お、向こうの人もちゃんとフラワー取ってるね。俺も取っとこう。この後のことで考えてね。こうなっちゃうとね、ちょっと時間の無駄が。お、なんかあの人がゴーノに来た。選ぶけどな。キノコは15カウント。よし、これ普通にダッシュジャンプにしよう。あれ使うのミスったらやばいんで。イエーイ、あーでもクリアできなかった。ぬるぬるぬるぬぬ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 ぬ。やったぜ、ランクアップ71。はい、ということでね、 KO2 プレイ時間10分、送り込んでいくスタイル。さあ、あえてここでメインメニューに戻る。